蜀軍は宗妃と司馬一族により計略が巡らされた洛陽を突破。劉備らの合流を待つと、ついに曹操がいる巨匠へと軍を進めた。曹操、かつて劉備と共に戦い、後に強大な敵として立ちはだかった男。乱世の初めよりその存在は劉備の運命を大きく動かしていた。今ここでその数奇な因縁の全てに決着をつける。曹操の覇道を止め乱世を終えるために、掲げた仁の世の理想を天下に実現するために、万感を胸に劉備は曹操との決戦に臨む。劉備の志士劉禅と趙雲諸葛亮も決戦を前に息を上げる。乱世の果て、男たちは最後の戦いに挑む。いざ劉玄徳、大志を掲げ進まん。兄者、ここまで。あと一歩だ、玉徳。最後に敵するはやはり曹操殿でござったな。ああ、雲長、やつこそが乱世の元凶であったのだ。嬉しく思う、雲長、玉徳。あ？どうした急に。我ら三人揃って今この時を迎えているのだ。あの日の誓い果たせたな。そういうのはこの戦に勝ってからにしようぜ。うん、さあ行こう。乱世の向こう、新たなる時代へと。心配いらねえ、兄者の道は俺が開く。何があってもな。これが最後の戦、栄飛と張飛大暴れしてやるぜ。どれだけの者がいようと関係はない。我らはただ兄者の大志を支えるのみ。関雲長の義の刃、劉玄徳の仁のために。俺です、俺謝らなくちゃいけません。本当は仁の世なんて無理だと思ってました。劉備殿に長年付き従ってきたのにです。でもこの日を迎えて確信しています。劉備殿、いえ劉備様が絶対に天下を取ると。そして俺の恩返しもこれで終わりだと。この戦の後は家族で仁の世を堪能しますよ。他の方々の布陣は完了しています。あとは出陣の号令をいただくだけです。時代は劉備様の陣、曹操の唱える断りはお断りです。いよいよ陣の世は目前。やはり最後に立ちはだかるのは曹操か。諸葛亮、この戦策は。いくつかの手は打ってあります。ですがこの戦を決するのは策ではなく思い。
劉備殿の大使とそれを支える将兵の闘志、それらがある限りこの戦負けません。これでは軍師失格ですね。ですが勝ちましょう劉備殿。ああそうだな。よし行くぞ、皆共に新たな世を。曹操を倒し乱世を終える。皆最後の戦いだ、奮戦せよ。敵の援軍がこちらへ向かっています。合流されれば我らは不利になります。天と私は城の方へ向かって、龍然様と長兵敵の援軍を戻してください。諸葛亮そなたのおかげでここまで来た。共に陣の世を成し遂げよう。この戦必ず勝利しましょう。父上さすがです。ここからは敵さんは来られないよ。さて、もう一箇所も封じちまうかね。霊媒石剣、こんな鎧着てたんだぜ。敵将討ち取ったり。見事な戦ぶりいたしました。今だ、向かって矢を追いかけよう。弓兵を排除しましょう。速やかに城壁の上へ向かってください。ここも抑えれば援軍は来られないよ。ああ、さっきと同じようにやっちまおうかね。我が大将、果たして見せる。
城攻めの邪魔は入らないだろうさ。さて、わしらも城の中へ行こうかね。大したもんだぜ、兄者。ご子息とお見受けしました。お手合わせできて光栄です。私と勝負を望むか分かった。受けて立とう。我らがいる限りここは倒産。命が惜しくば引くがいい。そう言われて引くわけないだろ。行くぜ。引っ込むのはそっちの方だ。授業をいただくべきはこの超信頼のみ。二電光管、ここで散ってもらいます。根拠なことを言う。果たしてに。だが戦人ならば応じねばなるまい。あんた、アングなんて言われてるが
しいな。けど俺の感覚で意外に強そうだ。私が強いだなんて思い出ることを言う人だ。この勘とやらは果たして当たるのだろうか。素晴らしいご活躍。素直に。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。我の天使果たして戦母かい。ならこっちも火を吹いてあれを壊そうか。おや、あれは何だろう。銅像のようなものから火が出ている。やれやれ、ようやく先に進めるよ。ぼちぼち諸葛亮たちとも合流できそうだね。父上もその辺りまで来ているのか。お怪我などされていないと良いのだが。差し出して。俺を追い狙いここまで来たのか。だがこの首くれてやることはできん。これはこれは諸葛亮大先生じゃないか。高名なご院主様にお会いできるなんて光栄だろう。私はひょうひょうとした知らないよ。あなたも油断なかったのようですね。やめれば言ってくれる。我が大使果たして見せる。死んじゃったのか。敵将討ち取ったり。Ah!
こと俺の前に現れた。今日こそはその首叩き切ってくれるわ。ダイレカコートン、我らの夢ここで決着といたそうぞ。お前が相手いいだろう。まだ果たして見せる諸葛亮、乱世の終わりはすぐそこだ。この戦いに勝利し、共に新たな世を祝おう。はい、ミュウ、私にはダメ、必ずや勝ちましょう。おお、兄者、なりましたな。さすがに曹操の本拠、おびただしい兵数だ。だが、もはや私たちは、怯むことなどない。私に勝てるつもりか。なんとも思いな。来たか、諸葛亮。どうか、貴様と私、知恵を消さねばならない。いいでしょう。あなたのその意志は。私に挑む。よかろう。かかってくるがいい。アングな世継ぎはここで何をしている。よもや私に歯向かおうなどと思っていまい。確かに。だがアングとて平穏な世のために戦うのだ。さあ、私が可愛がってあげましょう。トワッ